山吉田村は愛知県八名郡にかつて存在した村である。現在の新城市南東部にあたる地域を村の範囲とし静岡県に接していた。1889年発足。1956年に宝来町に編入されて八名郡と共に消滅した。2005年に宝来町が新城市に編入されたため、現在では同市の一部である。 江戸時代に存在した五村が前身である。江戸初期の時点では五村とも幕府領であったが、次第に分割されていき、江戸末期の時点では幕府領や旗本領、吉田藩領が工作する地域に変化していた。明治に入ると、村の統合が進められ、一度五村から四村に整理された後、町村制が施行された1889年に四。 村が合併してこの山吉田村が発足した。これ以降しばらく損益が変化することなく推移していたが、昭和の大合併の一環で1956年、先に発足していた宝来町に編入されて、山吉田村は消滅した。売れ川の支流機柳川の中、上流域を中心に、同じく売れ川の支流であるアテラ川の上流域を加えた地域を村の範囲としていた。 山林が多くを占める。大技は、下、吉田、上吉田、竹野は、告野の四つが設定されていた。いずれも1889年以前に存在した、村を再編したものである。下吉田は、木柳川中流域及び、アテラ川上流域の地域、上吉田は下吉田の南に接する木柳川中流域の地域、竹野は,は、 上吉田の西に接する木柳川上流域の地域、杉野は竹野輪の南に接する木柳川上流域の地域をそれぞれ範囲としていた。また、竹野輪の西側は、吉川峠を挟んで、船月村吉川に、杉野の西側は、福津峠を挟んで八名、村中坂入に接していた。宝来町への編入により、これら四つの大技はすべて宝来町の大技となった。 2005年に、蓬来町が新城市に編入されたため、現在では4つとも新城市の大技である。新城市が現在設定している蓬来南部地域自治区は、旧山吉田村の全域から構成されている。村内には、村立の小学校3校と中学校1校が存在。現在は、宛て川上流部の東洋小学区とそれ以外の木、柳川小学区に分かれる。 ありがとうございます。